こんにちは。第一種電気主任芸者の平です。今回は、令和5年度の電験二種理論科目の問題を解いたので、その感想と解き方についてお話しします。最初に、令和5年度の電験二種理論科目を解いてみた感想についてお話しします。今回の難易度としては、全体的にやや難しく、特徴としては、簡単な、 問問題題と難ししいいが極端に分かれていましたではここで問題の内容と各問題の難易度について紹介しますまず電池規格の問題として問1で同軸円筒動体間の電解問2で電磁誘導の問題が出題されました次に電気回路の問題として問3で二端質異抵抗回路 問4で手ぶなの定理。問5で RL 回路の過渡現象の問題が出題されました。次に、電子に関する問題として、問6で電子の運動が出題され、また、電子回路の問題として、MOSFET の問題が出題され、さらに電気計測の問題として、熱電系の交流電力系の問題が出題されました。次に、今まで、 電検二種の問題を100問以上解説した経験をもとに感じた問題の難易度を、簡単、やや簡単、普通、やや難しい、難しいで表すと、問1が難しい、問2が難しい、問3が普通、問4が簡単、問5が簡単、問6が普通、問7がやや難しい、問8が普通でした。 この表の難易度から分かるとおり今回の理論は前半のにもを難しくして問い1から順番に解こうとする受験生の心を折らせる構成になっていました。ここの対策としては問い1から順番に解かずに最初に全ての問題を一通り見てから解ける問題を解けばよくそうすれば時間と心に余裕ができるので問い1と問い2も 落ち着いて解ける確率が上がります。それでは、次のサイドから各問題の解き方について解説をします。では、最初に。問1の同軸円筒導体間の電界の問題を解いてきます。はじめに問題文を読み上げます。次の文章は同軸円筒、導体間の電界に関する記述である。文中の四角に当てはまる。 最も適切なものを解答群の中から選べ図1のように内部動体の外半径を A 外部動体の内半径を B とする同軸円筒動体を想定する外部動体を設置し内部動体に電圧 V を印加するとき内部動体に蓄えられる単位長さ値の電荷を Q とする内外動体間の有電体の有電率が イプシュロン1の場合、半径 R における電解 ER は丸1式のように表される、ER イコール括弧1。この時の ER の最小値を E ミニマム、最大値を E マックスとする。なお、ER を R について A から B まで積分した値が、内外円筒間の電位差 V に等しいことから、この同軸円筒導体の 対長さ体の静電容量 C は丸2式のようになる。C イコール括弧に2。次に図2のように内外導体間の有電体の有電率が R の1次関数イプシロン R としてイプシロン A イコールイプション2からイプシロン B イコールイプション1まで変化する同軸円筒導体を考える。この場合イプシロン R は丸3式のように表される。イプシロン R イコール B-A 分の ε1-ε2R プラスカッコ3この場合に内部導体に図1と同じ電荷 Q を与える場合の内外導体間の電解を E1R と表記する丸 ① 式で Emax となる R イコール Rmax において E1Rmax 小なりイコール E ミニマムとなるための ε2 の条件は ① 式の ε1 を イプション R に置き換えることにより、イプション2、ダイナリーイコール、カッコ4と算出される。イプション2イコール、カッコ4のとき、E1R は、R イコール、カッコ5において最小となる。では、カッコ1を解いていきます。問題文の下線より、図1のように、内外動体間の有電体の有電率が、イプション1の場合、半径 R における電解 ER を求める問題です。 この問題は、電解の公式がそのまま答えで、er イコール 2πr イプシロン1分の9となります。なお、この公式の同質について詳しく知りたい方は、概要欄のリンクの動画をご参考ください。これがカッ1の答えです。次に、カッ2を解いていきます。問題文の青の下線より、er を r について a から b まで積分した値が、 内外円筒間の電位差 V に等しいことを利用して、同軸円筒動体の単位長さ値の静電容量 C を求める問題です。この問題は、積分と静電容量の公式を利用して解く問題です。まず、電位差 V は問題文で記載された事項をそのまま式で表すと、V イコールインテグラル A から BERDR となり、計算すると、 2π イプシロン1分の Q×LnA 分の B となります。次に、単位長さ値の静電容量の式は、Q が単位長さ値の電荷なので、C イコール V 分の Q となることから、LnA 分の B 分の 2π イプシロン1となります。これがカッ2の答えです。次に、カッ3を解いていきます。問題文の黄色の河線より、 図2のように、有電体の有電率が R の一次関数、イプシン R として、イプシン A イコールイプシロン2から、イプシン B イコールイプシロン1まで変化する場合の、イプシン R の式を求める問題です。この問題は、問題の条件から方程式を立て、それを解く問題です。まず、イプシン R は、未知数を x 解くと B、B マイナス A 分の ε1-ε2r プラス x となりますここで問題の条件、イプシロン A イコールイプシロン2を利用すると、このような方程式が同一でき、これを X について解くと、X イコール B マイナス A 分のイプシロン 2B マイナスイプシロン 1A となります。これがカッコ3の答えです。次にカッコ4を解いていきます。問題文の茶色の下線より、 内部動体に図1と同じ電荷球を与える場合の内外動体間の電解を E1R としたとき、1式で Emax となる R=Rmax イコールにおいて E=Rmax= 小なりイコール =E=" ミニマムになるためのイプション2の条件を求める問題です。この問題は問題の条件の不等式を解く問題で、その条件は E1= RMAX イコール E ミニマムですここで E ミニマムと E マックスは問題文の赤の下線より図1の電解 ER の最小値及び最大値です。なので図1において E ミニマムは中心から遠いほど電解が小さくなるため EB となります。また E マックスは中心から遠いほど電解が小さくなるため EB となります。 中心から近いほど連解が大きくなるため EA となり、このことから R max は A となります。よってこの条件を不等式に反映すると E1A 小なりイコール EB となります。ここで E1R は公式より E1R イコール 2πr イプション R 分の Q であることを利用するとこのようになり、 この不等式をイプション2について解くと、イプション2ダイナリーイコール A 分の B、イプション1となります。これが括弧4の答えです。最後に過去を解いてきます。問題文の紫の下線より、イプション2が A 分の B、イプション1のとき、E1R が最小値をとるときの R の式を求める問題です。この問題は、微分を利用して解く問題です。 まず、e、E1R の式について、分母の成分のうち、R、イプション R を FR とくと、FR はこのようになります。ここで、e、E1R となる条件は R、F'R イコール0のため、これを計算すると R、R イコール2分の A プラス B となります。これが確保の答えです。このように、問い1は、有電率を R の一次関数としている点が、 過去に出題されたことがないことから、難しく感じた受験生が多かったと思われます。では次の問題に移ります。では次に、問い2の電磁誘導の問題を解いていきます。はじめに問題文を読み上げます。次の文章は、無限長の直線電流が作る磁束に関する規律である、文中の四角に当てはまる最も適切なものを、 回答群の中から選べ、ただし、真空中の当事率を μ0 とする。真空中に無限調の直線電流 i が流れている。この時、直線電流から距離 r、r920 r 離れた場所の、磁束密度の大きさ br は、丸一式である。br イコール、1。次に、直線電流と同一平面上に、 1> 図1のような巻き数1の長方形コイルを多くただしコイルの胴体は十分細くコイルに流れる電流は十分小さいものとする直線電流が作り出す磁束のうち直線電流から距離 L 離れた長方形コイルに鎖光する磁束を φ l とするただし紙面の手前から奥に鎖光する磁束の向きを正とする ここで図2のように長方形コイルを DL だけ直線電流から微小に遠ざけたときの左項持続の変化 d イ l を考える図2においてハッチングした領域の持続の増減を考えればよいので B を用いて d フ l イコールカッに BDL と表せるこれにより丸2式が成り立つ d イ l d l イコールカッに かける B ここで t を時間とする。コイルが速度 v で直線電流から遠ざかっているとき、三式が成り立つ。v=3。ファラデーの法則により、コイルに有機される電圧 v l は四式で表せる。v=4 l 4。四式に一式、二式及び三式を代入すると、v l は 丸ル式のように計算できる、VL イコールカッコ5。では、カッコ1を解いてきます。問題文の下線より、真空中に無限長の直線電流 i が流れているときの、磁束ミスと br の式を求める問題です。この問題は、磁束ミスの方式がそのまま答えで、br イコール 2πr 分の μ0i となります。なお、 この公式の導出について詳しく知りたい方は概要欄のリンクの動画をご参考ください。これが括弧1の答えです。次に括弧2を解いていきます。問題文の青の下線より図2のように長方形コイルをリールだけ直線電流から微小に遠ざけた時の左項磁束の変化 D ファイルを求める問題です。この問題は時速の変化を求める問題で 時速が時速密度とと面積であることを利用してて解いていきますまず図1において、コイルの下側に生じている磁束密度は直線電流から L だけ離れているため BL であり、また、コイルの上側に生じている磁束密度は直線電流から L プラス A だけ離れているため BL プラス A となります。ここで、 茶色の枠の領域の面積はそれぞれ等しく BDL のためコイルが上に DL だけ移動するとコイルの下側の鎖行時速は BLDL だけ減少しまたコイルの上側の鎖行時速は BL プラス ABDL だけ増加しますよって鎖行時速の変化 D ファイルは D ファイルイコールカッコ B L プラス A マイナス BL×BDL となります。なお、両辺を DL で割ると、問題文の丸意式が導出できます。これがカッコ2の答えです。次にカッコ3を解いていきます。問題文の黄色の下線より、コイルが速度 V で直線電流から遠ざかっているときの V の式を求める問題です。この問題は、速度を 微分を使って表す問題で今回はコイルが DL だけ移動したことから DLDT と表すことができますこれがカッコ3の答えです次にカッコ4を解いてきます問題文の茶色の河川よりファラデーの法則を使ってコイルに有記される電圧 VL を求める問題ですこの問題はファラデーの法則の式を答えれば良いだけのため VL イコールマイナス D ファイル DT となります。これが括弧4の答えです。最後に括弧5を解いていきます。問題文の紫の下線より、丸4式に丸1丸2丸3式を代入して、VL の式を求める問題です。この問題は、式を代入して計算をする問題です。まず、VL の式の D ファイルに D ファイルの式を代入すると、 マイナス DLDT×BL プラス A マイナス BL×B となり、V イコール DLDT と BL プラス A を呼び BL の式を代入するとル L、2πL×L プラス A 分の μ0avvi となります。これが括弧5の答えです。このように問いには、括弧2のように問題の条件から時速を導出したり、また、括弧3、括弧4のように V や VL を微分を使って表現することができる物理の知識がないと解けないので一筋縄ではいかない問題ですが物理を数学的に理解する習慣を作っていれば解きやすい問題ですでは次のサイドに移りますでは次に問い3の二端質異抵抗回路の問題を解いてきますはじめに問題文を読み上げます次の文章は二端質異抵抗回路 抵抗回路に関するるである文中の四角に当てはまる最も適切なものを回答群の中から選べ図1に示すように二次側が抵抗 R1 で集団された3オーム6オーム5オームの抵抗からなる T 型二端子追回路を考える端子追 AB 間の電圧を V0 端子追 CD 間の電圧を V1 6Ω の抵抗にかかるる電圧を Vm とする r 1イコール7 ω の時単子位 AB から次側を見た時のインピーダンスを Z1 とすると Z=1V0 1, イコール1分の VM=2VM 分の V1=3 となる次に図2に示すように図1の T 型二端子対回路を2段重属接続して図1と同じ。 抵抗 R1 で終端した回路を考える R1 イコール7オンの時 R1 にかかる電圧を V2 とすると図2の回路の単質 AB 並びに単質 CD から二次側を見た時のインピーダンスはいずれも図1の Z1 と等しいので V0 分の V1 イコール V1 分の V2 が成立し V0 分の V2 イコールカッコ4となるこの時図2の 抵抗 R1=7 オームで消費する電力は、V0 を使って表すと、過去5ワットとなる。では、かっこ1、かっこ2、かっこ3を解いてきます。問題文の下線より、図1の回路において、R1 が7オームのときの、Z1、V0 分の VM、VM 分の V1 を求める問題です。最初に、Z1 を求めます。まず、図1において、R1 は7オームのため、 青枠の合成抵抗は4オームとなることから Z1 は7オームとなります。次に V0 と VM の関係は分圧の法則より VM イコール3プラス4分の4かける V0 となるため V0 分の VM イコール7分の4となります。次に V1 と VM の関係は分圧の法則より V1 イコール5プラス7分の 7×Vm となるため、Vm 分の V1 イコール12分の7となります。これが、カッコ1、カッコ2、カッコ3の答えです。次に、カッコ4を解いていきます。問題文の青の下線より、図2の回路において、V0 分の V1 イコール V1 分の V2 が成り立つとき、V0 分の V2 を求める問題です。はじめに、図2において、茶色の枠の回路は、 1> 図1の回路と同じため図2の回路の V1 分の V2 は図1の回路の V0 分の V1 と等しくなります。ここで V0 分の V1 の式を変形すると VM 分の V1×V0 分の VM となり値を代入すると3分の1となります。なおで図2の回路の V1 分の V2 は3分の1となりまた問題の条件より V0 分の V1 も3分の1となります。よって V0 分の V2 は式を変形して V1 分の V2×V0 分の V1 とくと32乗分の1となります。これが過去4の答えです。最後に過去5を解いてきます。問題文の黄色の下線より図2の抵抗 R1 が消費する電力を求める問題です。まず R1 で消費する電力は回路図より、P イコール R1 分の V2 二乗となるため、567分の V0 二乗となります。これが過去5の答えです。このように、問い3は、1から3は電験算種で出題されるレベルですが、4については図1の回路を利用して解く必要があるので、少し解くのに発想力が必要です。 では次の問題に移ります。では次に、問4の手ぶらの定理の問題を解いていきます。はじめに問題文を読み上げます。次の文章は、制限波交流回路に関する記述である、文中の四角に当てはまる最も適切なものを回答群の中から選べ、図1の回路において、電源電圧 v e q u a 10×0=10V であり、各素子のインピーダンスは図1に示す通りである。図1の回路において、電流 i.=1A である。図1の回路の端子 AB に、負荷 zl.=5 ブラス j 5オームを接続したときに、負荷 zl. を長える電流 il. と、負荷 zl. で消費される有効電力 PL を以下の 手順に従って求める端子 AB から見込んだ図1の透過回路は図2となる。端子図2の透過回路において V0 イコール 2V Z0 イコール3 ω である。従って求める電流 IL ドットと有効電力 PL は図2の透過回路の端子 AB に負荷 ZL ドットを接続したときに。 負荷 ZL ドットを流れる電流および負荷 ZL ドットで消費される有効電力として、IL ドットイコールカッコ4アンペアよび PL イコールカッコ5ワットと求められる。では、カッコ1を解いていきます。問題文の下線より図1の回路に流れる電流 I ドットを求める問題です。まず、図1の回路図より I ドットは I ドットイコール5プラス J5 マイナス j 5分の v ドットとなり、これを計算すると2アンペアとなります。これが括弧1の答えです。次に括弧に括弧3を取ります。問題文の青の下線より図1の回路の端子 A B 間に負荷 z l ドットイコール5プラス j 5オームを接続して z l ドットを長い電流 i l ドットと小気味良る有効電力 p l を求めるため。 テブナの定理により図1から図2に変換した時ときの v0 と z0 を求める問題です。まず問題の条件より図1は図2にテブナの定理に変換し、また図2には負荷として zl が接続されています。では、v0 と z0 を求めます。はじめに v0 は図1の 端子間の電圧に対応するため分圧の法則より V0 イコール J5 プラス5マイナス J5 分の5マイナス J5×V ドットとなることから10マイナス J10V となります次に Z0 は図1について電源を短絡したときの端子 AB 間の合成インピーダンスになるため Z0 イコール J5 プラス5マイナス J5 分の J5×5 マイナス J5 となり計算をすると5プラス J5 オームとなります。これが2、3の答えです。最後に4、5を解いていきます。問題文の茶色の河川より ZL ドットを流れる電流 IL ドットと ZL ドットで消費される有効電力 PL を求める問題です。はじめに IL ドットは 図2のように、zl. を長いいる電源のため、回路図から、il.=z0+zl. 分の v0 と,となり、値を代入すると、−jA となります。次に、pl は、zl. の抵抗成分に対応する実数成分に、il2 乗をかけた式となるため、5W となります。 これが、4、括弧5の答えです。このように問い4はテブナンの定理の使い方さえ分かっていれば電検算子の知識で解ける問題なので非常に解きやすい問題ですでは次の問題に移りますでは次に問い後の RL 回路の過渡現象の問題を解いてきますはじめに問題文を読み上げます次の文章は電気回路の過渡現象に関する記述である 文中の四角に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ時刻 t 小なり0では図の回路のスイッチ s は a 側にあり回路は定常状態にあるこの回路において t=0 でスイッチ s を b 側に切り替えるものとする図に示すように回路の電流を it とすれば t=0 大なりイコール0では自式の回路方程式が成り立つ カッコ1イコール0。t イコール0で、i0 イコールカッコ2であることに注意して、この回路方程式を解けば、it イコール3を得る。この時、時定数はカッコ4である。また、t、ダイナリーイコール0において、コイル L に発生する起電力 VLT は、自式で与えられる。VLT イコールマイナス L×ditdt イコールカッコ5。では、 問題の設定を確認します問題文の下線より時刻 t が0未満で図の回路のスイッチ s は a 側で定常状態にありまた t=0 でスイッチ s を b 側に切り替えるものとしますこれを図に反映すると t が0未満でスイッチは a 側にありまた t が0以上でスイッチが b 側にありますではカッコ1を解いていきます 問題文の青の下線より T が0以上のときの回路方程式を求める問題です。この問題は、回路方程式を立てる問題で、今回の場合、青の閉回路について回路方程式を立てればよいため、l かける d i t d t プラス R1 プス R2 かける IT 0となります。これが1の答えです。 次に、括弧に解いていきます。問題文の黄色の下線より、i0, it 及び時定数を求める問題です。はじめに、括弧には初期条件を求める問題です。初期条件 i0 は t が0未満の時の定常状態の時の電流と等しく、また t が0未満の時、電流は緑の経路を流れることから、i0 イコール r1 分の v となります。 次に、カッコ3は、回路方程式を微分方程式の解放を使って解く問題で、答えは、it イコール r1 分の v×e のマイナス l 分の r1 プラス r2×t 乗となります。なお、微分方程式の解き方については、概要欄のリンクの動画をご参考ください。次に、カッコ4は、時定数に関する問題で、今回の問題の場合、 自定数は、IT の指数関数の過度の成分、L 分の R1 プラス R2 を逆数に下式に対応するため、タウイコール R1 プラス R2 分の L となります。これが、括弧2、括弧3、括弧4の答えです。次に、括弧5を取り付けます。問題文の茶色の下線より、T が0以上の時のコイルに発生する誘導起電力、VL を求める問題です。 この問題は、微分を使って解く問題で、問題文の VLT イコールマイナス l かける d i t d t に IT を代入して計算をすると、R1 分の R1 プラス r 2かける e のマイナス L 分の R1 プラス r 2かける t 乗となります。これが覚悟の答えです。このように問い後は、今まで出題した過現象の問題の 基本的な内容のみ取材しているため非常に解きやすいサービス問題だと思いますでは次の問題に移りますでは次に問い6の電子の運動の問題を解いてきますはじめに問題文を読み上げます次の文章は真空中における交流電解中の電子の運動に関する記述である文中の四角に当てはまる最も適切なものを 答群の中から選べ図のように x 軸を定め原点から十分離れた平行平板電極が作る一様な交流電解 ET を振幅 e 0括弧ダイナリゼロ× d 0 × d 数オメガとして ET=E0 s i n ガ t とする時刻 t=0 で原点 ×x=0 に電子が一つ存在する状況を考える。 なお電子の質量を m 電荷量をマイナス eee0 とし電子の速度は x 軸に沿った方向のみを考えるものとし質量の変化が無視できる範囲とする電子は電解から力 f を受けて運動する f の正の方向を x 軸の正の方向にとると f イコール 1×sinωt と表される電子の速度を v とし V の正の方向を X 軸の正の方向にとると運動の第二法則より次の微分方程式が得られる DVDT イコール 2×sinωtT イ,イコール0における電子の速度を V0×dynary0 とすると時刻 T×dynary0 における電子の速度 Vt は上の微分方程式を t で積分することにより v t イコール v 0マイナス3かける1 − 5 0 0 0 ω t と表される。さらに時刻 t における電子の位置 x t は XT=4 イコール4となる。このことから電子が原点を中心に同じ区間を往復運動し続けるためには各周波数が ω=5 でなければならないことがわかる。では、1を解いていきます。 問題文の下線より F の正の方向を X 軸の正の方向にとったときの F を求める問題です。この問題は、電解による力を求める問題で、公式より電子に電解をかけたときに電子に働く力は図より F イコールマイナス EET となるため、マ、e、イナス EE0 sinωT となります。これがッコ1の答えです。次に、 2を解いてきます。問題文の青の下線より電子の速度を v とした時の DVDT の式を求める問題です。この問題は運動方程式から DVDT を求める問題です。まず問題文の黄色の下線より電子の質量が m のため運動方程式は m×DVDT=F イコールとなります。これを DVDT について解くと dvdt イコールマイナス m 分の e e 0かけるサイ s i n ガ t となります。これが括弧2の答えです。次に括弧3を解いていきます。問題文の茶色の下線より t イコール0における電子の速度を v0 としたときの電子の速度 vt を求める問題です。この問題は積分を使って速度を求める問題です。はじめに DVDD の式を t で積分すると、vt イコール m オメガ分の e0 5 0 0 0オメガ t プラス c となり、c は積分定数とします。ここで、初期条件は、v0 イコール v0 なので、c は c イコール v0 マイナス m オメガ分の e0 となり、これを代入すると、vt イコール v0 マイナス m オメガ分の e0 かっ1マイナス -5000ωt となりますこれが3の答えです次に4を解いてきます問題文の紫の下線より電子の位置 xt を求める問題ですこの問題は積分を使って位置を求める問題ですはじめに Vg の式を t で積分すると xt 括弧 V0-mω 分の E0×t プラ M オメガ二乗分の E0 サインオメガ T プラス C となり、C は積分定数とします。ここで初期条件は、問題文の赤の下線より0のため、X0 イコール0から C イコール0となり、これを代入すると、XT イコール括弧 V0 マイナス M オメガ分の E0T プラス M オメガ二乗分の E0 サインオメガ T となります。 これがカッコ4の答えです最後に過去コを解いていきます問題文の灰色の河線より電子が原点を中心に同じ区間を往復し続けるための各周波数の条件を求める問題ですこの問題は電子が原点を振動する条件を求める問題でその条件は XT の式の青の河線の成分が0になることなので オメガイコール MV0 分の E0 となりますこのように問い6は電解が振動しているので難しく感じますが力学の知識や積分の知識があればそこまで解くのは難しくないので解けなかった方は力学と積分に慣れておいた方がいいですでは次の問題に移りますでは次に 問問7のの MOSFET 題を解いいてきます。はじめに問題文を読み上げます。次の文章は、MOSFET を用いた回路に関する記述である、文中の四角に当てはまる最も適切なものを回答群の中から選べ、図に N チャンネル・ MOSFET を呼び P チャンネル・ MOSFET からなる回路を示す。本文では、MOSFET のゲートソース間電圧 VGS ボルトは、 図中に示す向きを正とし、N チャンネル MOSFET 及び P チャンネル MOSFET はいずれも VGS により制御される理想的なスイッチとみなせるとする。VGS ダイナリ VT を満たすときにスイッチは同通し、ドレインソース間は短絡括弧、ショートとなる。一方、VGS 小なりイコール VT のとき、スイッチは非同通となり、 ドレインソース間は解放、確保、オープンになる。ただし、VTV は正の定数であり、電源電圧 VDDV は VT より十分に大きいとする。また、回路にはシールファラッドの負荷容量が接続されている。まず、図の回路に入力電圧として VIN1 と VIN2 のいずれにも 0V を加える。このとき、各 MOSFET の状態は、 1となるため、出力電圧 VoutV は2となる。次に Vin1 と Vin2 を VDD または 0V として、回路の入出力電圧の関係を調べると、表3が得られる。VDD に1、4、0V に0、儀をそれぞれ割り当てると、回路の出力の論理式は4となる。図の回路には、 いずれの状態でも定常的な電流は流れない。回路には負荷容量,量 CL を重放電する電流のみが流れる。回路の出力が 0V と VDD を FHz で繰り返しているとき、電源から回路に流れ込む平均電流は過去 5A となる。では、問題の設定を確認します。問題文の下線より、回路図においてゲートソース間電圧 VGS が VT より大きいとき、 スイッチは導通し、ドレインソース間は短絡します。一方、VGS が VT 以下のとき、スイッチは非導通となり、ドレインソース間は解放となります。なお、VT は正の定数で、電源電圧 VDD は VT より十分大きいものとします。この問題の条件を整理すると、VGS が VT より大きいとき、ドレインソース間は短絡し、一方、 VGS が VT 以下のとき、ドレインソース間は開放し、また、VDD は VT より非常に大きいものとします。では、カッコ1、カッコ2を解いていきます。問題文の青の下線より、図の回路の v 1と v 2に 0V を加えたときの、モスフェットの状態と出力電圧 v アウトを求める問題で、カッコ1の回答候補は、右の3つの選択肢です。 はじめに図において V1 と V2 に 0V を印加します。そうすると M1 の MOSFET の VGS は VDD となるため M1 はオンします。また M2 も同様に VGS が VDD のため M2 はオンします。一方 M4 についてはソースが設置しているため VGS が0となることから、オフになります。このことから答えは、和の M1 と M2 がオンとなり、M2 と M4 がオフとなります。なので、M3 はオフとなります。次に、M1 と M2 がオンしているため、茶色の経路で同通をしていることから、数力電圧 v u とは、 電源電圧 VDD と等しくなります。これが括弧1、括弧2の答えです。次に括弧3、括弧4を解いてきます。問題文の黄色の下線より右の表の V1、V2、VR との組み合わせとして正しいものを選択し、また VDD に1、0ボルトに0をそれぞれ割り当たった時の出力の論理式を答える問題です。はじめに表について。 V1 と V2 が 0V の時の箇所に着目すると、表 C のみ V o u t が0で、これは先ほど解いた V o u t の式と異なることから、表 C は答えではありません。次に、表 A と表 B のうち、V1 が VDD、V2 が0の時の数力電圧 V o u t が異なるため、V1 が VDD、V2 が0の時の 出力圧 Vout を回路図から求めますまず M1 の MOSFET は VGS が VDD のためオンとなり一方 M2 は VGS が0のためオフとなりますこれにより茶色の経路で同通をしていることから数力電圧 Vout は VDD となり正しい表は表 B となります また、この表について VDD に1を割り当たたときの表の論理式は否定論理席となるため v 1 v 2バーとなります。これがカッコ3カッコ4の答えです。最後にカッコ5を解いていきます。問題文の茶色の架線より負荷容量 CL を重放電する電流について回路の出力が 0V と VDD を F で 繰り返しているときの電源から回路に流れ込む平均電流を求める問題です。はじめに回答候補は2分の 1CLVDD2 乗、FCLVDD2 乗、FCLVDD で、このうち答えは FCLVDD となります。この問題の解き方の一つとしては CLVDD を 電荷 Q 特等 FQ の次元量が電流と同じになるため、FClVDD が答えと判断できます。他にも、ClVDD の電荷が F で充電されているため、平均電流は FClVDD であると判断してもいいです。これが過去語の答えです。このように、問い7は、演算増幅器やトランジスタの増幅回路の出題が多い電源二種において、 かなり珍しいパターンの問題なので戸惑った受験生も多いと思われますがモスフェットの動作と問題の条件を整理すれば比較的解きやすい問題でもありますでは次の問題に移りますでは最後に問い8の熱電系の交流電力系の問題を解いていきますはじめに問題文を読み上げます次の文章は熱電系の 交流電力計に関するるである文中の四角に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ図示した交流電力計は理想変圧器理想変流器抵抗値がともに R である2つの抵抗2つの熱電対および直流電圧計で構成されているなお変圧器の一字膜線に流れる電流デルタ位は十分小さい。 また、接点 A は変圧器の二次巻線の中点である。時刻 t における負荷への入力電圧 ut 及び電流 it を自式で表すものとする。なお、電圧に対する電流の位相角を敷いた、各周波数及び周期をそれぞれ ω 及び t で表す。ut イコールルート2 u sinωt、it イコールルート2 熱電水とは異種の金属同士を接続しその接点に温度差を与えた時に熱・起電力が生じる括弧1効果を応用した温度センサーである。本回路では抵抗の重電熱によって生じる温度上昇に比例した直流電圧に変換している。なお2つの熱電水は同形式であり図中の熱電水し 熱電対2の下に寄した矢印の向きに起電力が生じるように接続されている I1t は時刻 t における理想変圧器の二次電圧と抵抗から定まる電流であり Ut はすなわち理想変圧器の一次電圧に比例するまた 2I2t は時刻 t における理想変流器の二次電流であり IT すなわち 理想編流一時流器の電に比例するまず I1T および I2T を用いて抵抗1および抵抗2で消費する電力を求めるとそれぞれ2および3となる各抵抗では電力消費に伴い温度が上昇することから熱電対1および熱電対2に起電力が生じ直流電圧計は自式に示す V0 を指示する。V0 比例2 イコールカッコ4 ut と i1tit と i2t が比例関係にあることを考慮すると v0 は自識に示した通り負荷の消費電力に比例する v0 比例 t 分の1 ×インテグラル0から t 過去5 dt イコール ui コサインシーター以上が熱電系の交流電力系の測定原理であるでは 1を解いてきます。問題文の下線より一種の金属同士を接続しその接点に温度差を与えた時に熱気電力が生じる現象の名称を答える問題でこの答えはゼーベック効果ですなおゼーベック効果は図のように金属などの物質に温度勾配がある場合に気電力が生じる現象を指しますでは次のスライドに移ります では次に、カッコ2、カッコ3を解いていきます。問題文の下線より、i1t、i2t を用いて、抵抗1および抵抗2で消費する電力を求める問題です。はじめに、抵抗1および抵抗2に長い電流は、回路図より、抵抗1が i1t プラス i2t で、抵抗2が i1t マイナス i2t となります。ここで、 i1t、i2t は一定ではなく、時刻 t により変化することに注意をすると、抵抗1で消費される電力 p1 は、t 分の r × i n t e 0から t、i1t プラス i2t の2乗 dt となり、抵抗2で消費される電力 p2 は、t 分の r × i n t e 0から t、i1t マイナス I2T 2 DT の2乗となりますこれがカッコ2カッコ3の答えです。次にカッコ4を解いていきます。問題文の青の下線より直流電圧計が示す電圧 V0 に関する式を求める問題です。まず問題文の式より V0 は P1-P2 に比例し式を代入すると T 分の 4R× インテグラル0から T I1T、I2T、DT となりますこれが括弧4の答えです最後に括弧5を解いてきます問題文の黄色の下線より UT と I1T、IT と I2T が比例関係にあることを考慮したときに V0 に関する式を求める問題ですまず問題の条件より UT は I1T に比例しまた IT は I2T に比例します このことを、括弧4の式に反映すると、I1T を UT、I2T を IT に置き換えれば良いため、V0 比例、T 分の1インテグラル、0から T、UT、IT、DT となります。これが過去の答えです。このように8は、T8 は電流が時間変動する場合の消費電力の式を表現することができれば、あとは計算をするだけなので、 問い7よりは解きやすい問題だと思います以上、令和5年度の連携2種理論の問題を解いてみたのでその感想と解き方についてお話ししましたこのチャンネルでは連携2種などの問題や勉強法を発信していますよかったらチャンネル登録、高評価、SNS をしていただけると幸いですまたメンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。